はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県各務原市に来ております。今日行く店はこちらです。ベビーフェイスプラネッツです。ここ以前ね僕動画でも行きましたし、動画以外でもねよく行く店なんですけども、ここ一回閉店したんですけども、改めてリニューアルオープンしたということでやってきました。今日はね特別ゲストを呼んでおります。この方です。どうぞ。あのパントマイムでやってるんですか？普通の魚。ちょうどエレベーター。いやあの違いますけども。はい、スカレーターって。いやスケどっちでもいいやもう。はい、名古屋で役者活動しております。スミマリナさんです。イエイイエイ。あのキングコングですねそれ。あの初めて僕の動画が出るということで。ねえもうあの超有名な大人気のレートの部屋に出れるなんて本当に嬉しいですよ。そんなあの大人気じゃないんですけど、まあでも、あでも念願でした。あのスーちゃんのお母さんを僕の動画を見てるということで、あのいつもありがとうございます。お母さん見てる。失礼せよ。ホームビデオみたいになってるけど。レイトの部屋失礼せよ。ということでさあ早速ねあの前スーちゃんの以前ここ同僚とね行ったんですけども。そうそう人生初でね。うん、まあ再び来たということで、ぜひね、お食事を楽しんでいきましょう。はい、レッツゴー。よいしょ。あのそういう演出いらないです。あの前回飛んでるやつがないからそれ使えないんですよ。あ、じゃああれ忘れてた。あのレッツゴーチラッと言ってなかったの後のタン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 。あのオープニングとかいらない。オープニングもさし、あのフルで歌わんといて。フルでいらない。あ、これいらなかった。あのもう差し込んでるから大丈夫だ。あの口で言わなくていいの。あれもう差し込んでるからあれってちゃんと編集してるからそこ安心して。古いねこのメイクも。さあ、もう美味しそうですよこれ。これねタッチパネルでね頼めるんですよ。で今スーちゃんはパスタとかピザで迷ってるんですね。なんか反応したね。タッチパネル使うの苦手なんですか？さっきから思ってたけど結構ね全然使うの苦手なんですよね。タッチパネルスーちゃんは言うこと聞かないよ。あのやり方もねちょっとねもっと軽やかにヒュッてやってほしいな。じゃあ、いいね。あ、そうね。いろいろとあります。うわあ、そうね。全部うまそう。私今日のためにあのエステも行ってきたし、ほうで、あのマッサージとかも行ってきたし。今日のために。なんだ、滝行とかも行ってきたから。いや、滝行まで行った。もう食べれるよ。絶対嘘やん。食べれるよ今日は。絶対嘘だと思う。見てくださいこれ。何？スープ。あ、スープ。スーちゃんドリンクバー頼んだもんね。スープをついてきた。こうやって持ったらここやけどした。いやいやいや、気ぃつけて。美味しいよこれ。何が何スープこれ。これ何スープだろう。知らんかった。よくわかんない。ちょっと一回飲んでみて。一杯。熱そう。あのもだえてます熱くて。熱い。熱かった。いやいや。ちょっと焦っちゃった。そんなに熱いの。ああ、聞いちゃう。いや、同じリアクションするのやめてくれない？美味しい、美味しい。美味しい、よかった、よかった。おすすめスープ。はい、ケチ君、何のスープ？よかったな。わからんのかい。はい。レイト君の主食が来ました。はい、いや、主食だ、これ。はい、これ、前菜みたいな感じなんだけども。ガーデンサラダって言ってね、これね、ドレッシングがね、うまみの濃いクリーミーサラダソースらしいです。いや、カトリックカメラワークそういうのいらない別に大丈夫。よし、じゃあいただきます。うわー、たっぷりドレッシングかかってるよ。すごい食レポするんだろうな。溶けるわ。何が土の中で。あんまこのドレッシング。めちゃくちゃうまい。何ドレッシングだって。うまみの濃いクリーミーサラダソース。多分ね、うん、いや、そんな演出いらない。本当にね、クリームソースでとろけちゃうね。さ、来ました。さ、まず僕が頼んだのは釜揚げしらすとたらこのバター醤油ピラフ。そしてスーちゃんが頼んだのはロコモコピラフ。お、これ S サイズなんだね。すごいよ、私の顔と同じぐらい。
同じぐらいかな。まあ同じぐらいか。え、嘘、うん、結構大きいよ。あ、 S サイズ。もうね、あのハンバーグと迷ったの。ハンバーグにしようかなって思ったら、お、いいのあるじゃんって。ハンバーグもいいとこ取りだね。で、私あの魚介がね、あんまり好きじゃないんだけど。あ、そうだね。唯一食べれるのイカリング。イカリング、イカリングついてるから。やったね、よかったね。じゃあ先そうちゃん食べてよ。はい、ではいただきます。これ S サイズ、これで上から2番目の量ね。え、結構あった、うん、僕ね、これセレブサイズです。一番、ね、一番小さい。夜ご飯食べる余力が欲しかったので、ちょっと小さくしました。いただきます。どうぞ。あ、ピラフ美味しい。うまい、香ばしい。お、あ、これ貴重だよ、私がご飯食べてる。本当だね、貴重かもしらんね。でもスルちゃんご飯食べてるとこ見たことな。そんな貴重じゃない。あるわ。デミ美味しい。デミ美味しい。デミ美味しい。デミって言うんやね。デミグラスソースのデミって言うん。イカリングも。イカリングでっかいよ。一口でいく？無理やね、一口は。ね。イカリングじゃなかった。え？何？玉ねぎだった。玉ねぎかい。イカリングじゃなかったんだ。美味しい美味しい。あ、いい揚げ加減。あ、もう視力検査の輪っかみたいなやつね、これ。どっちでしょうか。じゃあレイタ君食べてください。さあ来たよ。僕シラスめちゃくちゃ好きなんで、うん、楽しみ。あ、レモンね、絞らんとかんね。これ絞り方にあってね、うん、こっちのがいいらしいね。これで絞る方が皮を下にする。へえ、皮を下。その心は何だろうね。なんかこう皮の栄養も来るんかな、ちゃんと。なるほどね。分からんけど、誰から聞いたかも覚えてないけど。汚い揚げ方。置く場所ないから。よし、じゃあ卵溶いて、うん、一気にちゃうよ。いただきます。おお、香ばしい。うーん、ピラフ3点でもシラスとピラフって、うん、ちょっと俺合うのかなって疑問があったんだよ、うん、でもね、めちゃくちゃ合う。たらこがいいね。たらこがいいんだ。たらこが入ってて、たらことね、ピラフとシラス、うん、ちゃんと共存してる。では今の気持ちを歌に。たらこ、たらこ、たっぷりたらこ。はい、アウト。アウトだよ。もう最近なんかあった？最近ね、昨日なんだけど、スーパー行って、で今もうセルフレジじゃん。おう、ね、自分でお会計なんだけど、うん、あの1140円くらい買い物して、おう、で細かいのがなかったから、うん、1万150円おう入れたのね。おう、で、あのそのまま袋に入れようと思って、お客様9000円お忘れです。危な危なかった。店員さんが9000円でかいよ。前もあの車のガソリン入れて、あの、お釣りもらわずに帰ってきたり。いやいや、よく忘れんな。危ないよ、お金。多分ね、あの、言われずに忘れたやついっぱいあると思うよ。そんな感じだったら損してるの、結構。皆さんはお気をつけて。うん、多分大丈夫だと思う。今、レイト君は鼻にピラフが入って鼻にピラフが入ったから鼻ってこっから入れたわけじゃなくて、たまにこう、口から入った時に鼻のあるじゃん、つながってるからね、道が。そこに多分ちょっと入ってるんですよ。うわ、アクシデント発生。これ、ね、やっぱ美味しいとさ、こうバーって食うじゃん、うん、そん時に食うよね。あるよね。あるある。あるか。はい、僕はね、完食しました。美味しかったです。はい、スーちゃんまだ残ってますね。あれ、今テレビチャンピオン中だっけ。大食いチャンピオンとかじゃないから。あの、大食い選手権やってなくて。違ったっけ。すごいよね、これ結構だよ、だってさっき見たら、うん、お茶碗 3.5 ぐらいかな。 500g だって、 S サイズでも。すごいよね、 500g って、ね、S サイズで500って ね、勘違いして頼む人おるよね。ちょっとあれやるわ、あの、大食いの人がよくやるやつ。ちょっとね、下に持ってくやな。これ美味しいんだけどね、はい、量がすごいね。これなんだかんだもうカットしてるんで、皆さん体感数分かもしれないんですけど、もう20分ぐらい食べとるよね。
結構長い時間食べてます。あ、すいません、ちょっとタッパーください。いや、持って帰るかい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べれましたね。あー、もうパンパン。次からはね、あのセレブサイズがちょうどいいかもね。そうだね、学んだ。椅子サイズでもだいぶ量多いね。あの女性の方はあのセレブサイズでお腹いっぱいになると思います。今生まれそう。いや、子供かい。いや、本当にね、美味しい料理たくさんあるので、ぜひ皆さんも来てください。僕のチャンネルはこのように岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新をしておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日のゲストは女優の角まりなさんでした。では今から八百津のバンジージャンプに行ってきます。行きません。